見える見える。え、ほんまや、船やん、これ。普通に建物かと思ってた。海や、海や、海や。うわ、トヨトヨセンターって書いてる。どこにある？トルトルセンターどこに、あ、これトルトルセンター、え、すごいな。ふっと来たよ、おめでとう。いろいろあったけど車買ってもらってん。え、今言うことちゃうよ。で、免許持ってないで。持ってないよな。持ってない。車だけ所有してるもの。そこ左曲がる、ここを曲がるの。うん、ここ左曲がる。あ、ちょっと待って、あ、あれ、あれ。なんで今言ったよな、ここ曲がってみようぜって。ほんまにそことは思わなかった。え、そことは思わんやん、だって信号や普通。あれ、あ、間違えた。ちょっと、ほんまにそんなんやってるバイクちゃうねん。間違えた、あ、ちょっと冷凍じゃない？うん、冷凍。お前冷凍やったらこれ今ロンツーやる、どうするそれ。だから食べながら走るって言ってるよ。枯れてんな。これ走ってる間に解凍するから食べれるからね。ガチでガチやで、ほんまに食べれんねんで。ダメだこりゃ。あはなんか出てってんけど。えぐいやつおんねんけど。やばいやばい、えぐいって。やばいやばい、えぐいって。ランページモンキー、なんか屋台みたいなのめっちゃ出てるけど、なんかやってんのかな。陶器市やってんねんて。行きたい。行くん？行きたくない。なんやねんこいつ、車やったら絶対な、寄って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 って言うけど、このバイクやったらな。だって割れるもん、どうせ。割れるもんな。行きたいけど行きたくないね。お猿がかわいそうなことになってしまうからな。これ回ったらもう海ってことやろ、多分。海ってこと、ついに海が見れるんか。おお、なんじゃここ。マイズル21ビル。全然車通ってない。え、なにこれ、道間違ってんのかな。これ走っていいとこかな、これ。わからへん。別にでも別に何もなかったもんな。あ、海よ。やった、これ高さ一緒やん。うん、冠水時注意って書いてあった。おお、来たね海。海ってかまあ湾やねこれ。え、こんなに水って青かったっけ。青かったんでしょう。すげえ青いな。水は青かった。海や、すごい、来た。もう楽しい。でかいなこの道。確かに走りやすいな。いいやん、めっちゃいいやん。ここの家買おうや。海沿いの家って傷むの早いんかな。うわわわ、すげえ。海海海海、見えてる海。これ見えてなかったよっぽどよ。いや、これ何、木全部木かな。なんかいい匂いすんねんな、木の。めっちゃ木の草。お前、木の匂いするわ。木の匂いすごい。もうめちゃめちゃ匂いする。海見えなくなったな。どこなんなん、どこなんなん、どこなんなん、どこ。ここ海ずーずーっと走れる。ほんまや、うん、最高やんけ。うわ、気持ちいい。うわ、手前川きったんねー。何かが流れついてんな、これ。うわ、気持ちいい。天気もいいし、空が綺麗で海も綺麗、最高。半分日陰。確かに。ちょっと寒いな。あれ、なんかあんま海臭くないな。確かに。なんでやろ。海の匂い全然せえへんな。うん。風の向き。かもしれん。ワンやな、やっぱり。ワン。ワン。え、これ海じゃないの？あの。え、舞鶴湾か知らんけど、海からちょっと中に入ってきたとこやと思うで。結構大きかったもん、湾になってるところ。そうなんや。うん、いや、湾湾かこれ全部。湾やね。ランページモンキー。お、海の町って感じやな。あ、見つけてるじゃん、バイキー。なになに、あー、通り過ぎてもらったかな。自動販売機症候群のやつおるって。自動販売機、病院行ったらなんて言われる。自動販売機見つけたらやたら自動販売機自動販売機って言うんですけど、何の病気ですかねって。3歳児です。あー、3歳児ね。ランページモンキー。え、何あの三輪車かっこいい。違かった、四輪車やった。かっこいいよ。え、ハンドル長っ。え、あれ改造車やな、多分。ちゃうんかな、ハーレーちゃん。ハーレーかもしれん。うわ、なんか船みたいな建物なん。ベイブルー。あ、ベイブルー。あれちゃん、船下ろしてくれるとこちゃん。マリーナってこと。マリーナ、あ、っぽいな、ほんまや。出航しまーすって言って。え、面白い建物。こちらの建物、船をイメージして作らせていただきました。船いっぱいあるやん、いいな。でも俺、山で英才教育受けたからさ、船ちょっと怖いよな。うち逆やねんな、船で英才教育受けたから海の人間やねんな。あ、船で英才教育受けたんや。あ、だから常にそんな酔ってるみたいなことばっか言うん。ランページモンキー。
うわすごい、これ触れるやん海。え、こんなとこでも田んぼできんねんな。なんか思った、塩害みたいにならへんねんな。え、なんか水多いか、すごいよ、真横だぜ、真横だぜ。え、こんなにさ低くていい。だから増えた時は水没しますよっていう道じゃね。水没するよなこんな、うん、だってそこやもん。こんなに海近いことある。環遊船、うん、まあ舞鶴湾巡り、やっぱ舞鶴湾やんこれ。湾なんや、湾や。だって果てしなくさ海が見えへんからさ、全面山あるやんどっかには。海やと思って喜んでたのに湾やった道これ。まあでも水いっぱいあったら海みたいなもんやからな。あ、これ海じゃないからそんな匂いしないんか。かもしれん。でも塩水には変わりないと思うけど。確かに水は一緒やもんな。水は一緒。わすげえ、船吊るしてある、かっけえ。すごいなここ吊りしてはん船の。そうそう、お家や。ここ大丈夫かな。あ、海出たついに。え、これ海な。 あっち海やろ。もうないやん、果てしなく。え、これ大丈夫ですか。道が大丈夫かな。大丈夫じゃないよねこれ。うう、怖い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 。普通に落ちる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 。よくわからん道来てもうた。これ行き止まりか。え、行き止まりもしかして。わ、すごい行き止まりに来た。あ、大丈夫、行けるかも。南平寺モンチ。うわ、絶対タッチションしてる人。うん、してるな、モザイク。これってほんまに道。いやこれはもうわかんちゃう。あ、でも行けるわ。いや、それ行けるは行けるよ。あ、でもここが目的地やねんって、うちにとっては。一周回ってここが目的地なんや。でもそこがいいな。なんで。いいな、そこ。うら、待てよ、耳みたい。うわ、喉か。海だー。なんかワカメみたいな生えてる。ワカメ、多分ワカメじゃないと思うけど。あと CBR のバッグいじったら探してたリストバンド復活した。つけとこう。これなんかもしこっから駅漏れした時とか、駅着いたら塗装とか痛めちゃうんやって。かわいそう。なんでそんなことするん。俺の相棒投げ捨てられてんけど、やばいって。ランページくんや、久しぶりやな。ランページくん、こいつバイク乗れるようになってるから。バイク乗れるしよ。返すわ。ここついてても映らんしこいつ。じゃあうちんとこつけよう。つかへんやんそれ。お前はバックついてるからつかれへん。じゃあ帰るか。うん、海が見れたからな。結局この道は繋がってんの、どっかに。ここだけはこっちから帰れんちゃう。そっち、もうずっとまっすぐ。まかいな。この海をずっと渡れば帰れるんちゃう。海渡ったら外国行くからな。ということで帰っていきましょう。さよなら海。いや絶対。えはー、ということは、ということっていうことです。これってこっから行けるの。いや行けるわけないやろ。ちょっと見てみるで。いや行けるわけないから落ち着けて。うわすごい。え、すごいで。よっこらせた。頑張ればバイクで行けそう。え、自分は何乗ってるの。オフ車オフ車でも無理よこれ。ずっとブブブブブって。なんかの大会出てた人って。考えが違うって。そもそもここは行き止まりやってんな。うん、よう、こんなとこ来るわ。いや、でも水沿い適当に走るからそうなんね。もう、めんどくさいやん、こんな。U ターンしなあかんなんて。暑い。暑い。バイクを押してるときが一番世の中で暑い。まあ、それやで。軽くは。風ぜー。レッカー。手、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 帰りにこんな気合い入れてるやつおらんて、きっと。手、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 本日もスーパーサンクス読ませていただきたいと思います。ありがとうございます。お誕生日おめでとう。知らんけど誕生日なんですか。誕生日じゃあります。皆さん覚えておいてください。私の誕生日は13月42日です。誕生日プレゼントいっぱい待ってます。ありがとう。たまさしさんかわいい。ゆうくん知らなくてよかった。マジビット、ほんまにビット。ありがとう、かわいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。これ2個ある。メイン動画の方でありがとうございます送ってくださりまして、メンバーシップの動画でもありがとうございます送ってくれました。ありがとうございます。強すぎ、強すぎ。でもね、ありがとうございますじゃなくてコメントくださいね。そろ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 本当にお願いします。電車の旅でもたまさつさんが爆音ハイテンションなの期待してます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。最後のね、なんかありがとうございますの使い方見出してるありがとうございます。まあ電車の旅しないんですけどね。 Thank you、うん、ありがとうございます
いつもありがとうございます。あ、いつもね。あ、いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ねねねのねねね。いや、ねねねのねね。ありがとうございます。からの、ありがとうございます。ありがとうございますな、これ。ほっぽー、私立対策、何されていますか？お私立対策は、お尻が痛いってなる前に立ち上がります。立ってください、皆さん。以上です。ほんまにお二人がこれからも事故なく、ご無事で、バイクライフとカーライフを過ごせていけて、なおかつ長く幸せでいれれば、それでいいので、ほんまに、ゆうくんさんが、ゆうくんさん。これの名前。無事でよかったと思います。と思いまんなんすりや、まじまんでしょう。おう、あ、前半良かったんですけどね、後半何言ってるか全然意味わかりますね。安全を祈ってくれてありがとうございます。さよなら。